What's up, everybody? 皆さん、こんにちは。前衛彫刻家の稲目力です。今日は、友人のジャクソンと一緒にギャラリーを回ってみようと思います。それでは行ってみましょう。今週末からです。写真で見てるって広いんですね。そうですね。全然違うわ。長細い。企画者の女性ですね。駒込、大塚、巣鴨のあたりを自転車で回ってみようと思います。今ここ、駒込の駅からすぐ入ったところですね。ちょっと行ってみましょうか。そこの駒込の駅から一本先を曲がって、ここのビルに あそこにあるのがゆうきさんのギャラリーですね。で、そこのサイトをこっちに曲がったところに、駒込倉庫があります。駒込倉庫はいろんなアーティストが、その場所を借りて、やったりするんですけど、今その、スカイザバスハウスの人たちが展示を、今度彫刻の展覧会をやるそうです。それではまたオープンした時に行きましょう。ではまた。今駒込から巣鴨に向かって、住宅街を自転車で走っています。ご覧の通り、僕の所属しているスノーコンテンポラリーとスペースをシェアしていた、ギャラリー XYZ コレクティブに、行こうと思います。なかなか来たかったんですけど行かれなかったんで、ようやく行かれます。XYZ コレクティブに着きました。こんなところです。やってんのかな。残念ながらやってないですね。ここはね、巣鴨の駅からちょっと歩いたところなんですけど、このビルの1階なんですかね。ちょっとピンポンしてみましょう。といってもピンポンもない。やっぱり開いてません。 What's up、ミサコローゼン来ました。今日ここでアートフェアをやってるんで行ってみようと思います。どうしたらね、
very easy. Ciao. Like this. This kind of photography. Yeah. Seems to not be very popular in Japan. This kind of like. Rolling Stones. This no, is. Oh no, the photography, the snapshot. Uh huh. Public. You know. Yeah. It's the government changed for the right side now. So before it was so not so illegal. It's okay for boys in the shot in the city. But the government changed the right size and the police checked and what you're doing now. So now it's very difficult, this kind of photo. Yeah. Yeah. I thought it was New York. This. Everything looks like New York except for... Ah, yeah, sure. Really, that's a good photo. It's from... What made you choose this particular exhibition, this one and the other space? I met this artist, Satsuko Oe, and she said she's going to participate for another art fair. And she gonna show at the satellites for each cities. So I'm just try to come in here. Is it so? I don't know. But being very small, no? It's gonna be very small. Ah, chewing gum, no? Gum. Yeah, spearmint. Spearmint. Very small. It looks very big. Huh? Ah, that's a real size. Oh, nice. No, it is. Nice. ウェイティングルームに行きました。そこに白衣を取ります。マスクの着用、入り口出てくるの、
こんにちは。皆さん、東京アートツアーいかがだったでしょうか。今日は駒込、巣鴨、大塚を回ってきました。佳代子祐希さんの場所、駒込倉庫、そしてミサコ&ローゼンさんのところで行われていたマイアミのナダアートフェアの東京サテライト会場、その後ウェイティングルームに行ってきました。途中にあったジャクソンさんは、テキスタイルデザイナーです。僕がやった生地を使って、マスク作ってきてくれました。欲しい方は、コメントください。今日行ったところの、概要にどんな説明をしようと思います。東洋文庫ミュージアム、ここで日本の浮世絵なんかの展覧会をやっているので、ぜひ興味のある方は行ってみてください。その後、今12月13日まで宮島達夫さんの展覧会を千葉市美術館でやってますので、行ってみてください。それから千葉市美術館は最近元気がいいですね。田中一村の展覧会、これがですね、1月5日から来年の1月5日から始まります。僕の展覧会は1月8日からです。アイヌ文化の窓出し、これも面白そうですね。国立歴史民族博物館、佳代子祐希さんのところと裏の道でつながっていたところが駒込倉庫といって、今スカイザバスハウスが持っているスペースだそうです。そこで今度彫刻の展覧会始まります。これがですね、12月11日金曜日から、あれ明日明後日かから始まるみたいです。ミサコローゼンさんの、ミサコさんと話しましたが、アーティストランスペース、今大変人気ですね。 XYZ コレクティブ、ドスコイ、よろしくらて4969の展覧会が行われます。12月13日からですね、13日から1月17日まで XYZ でこれをやっていますので、ぜひ行ってみてください。ウェイティングルーム、最後に行ったウェイティングルームでは川内理香子さんの展覧会が行われていました。渋谷のパルコでも同時開催しているみたいです。今日はね、ここの佳代子祐希から XYZ コレクティブ、ミサコローゼンと回って、最後この江戸川橋のウェイティングルームに行ってきました。これで前衛彫刻家飯沼秀樹の、東京アートツアー終わります。また今度見てください。さよなら。